おはようございます。キです。今日もね、イーフットボール2022ね、やっていきたいんですけど、昨日の日本代表戦見ました、みんな。いや、めっちゃ良かったよね、あのスルーパス。さあ、森保選手のパスから、柴崎、そして柴崎のスルーパスから、ゴール。サウジアラビア先制。ん？なんで柴崎のスルーパスなのにサウジが先制してんだ？どうしてだよ。どうして。いつから柴崎が、サウジアラビアのサッカー選手になってんだよ。どうしてスタミナが切れそうな選手をそのまま交代させるウィーレみたいな選手交代してんだよ。どうして最後中山だったんだよ。こうしてすっきり頭おかしくなって新たな作戦を思いついた。その作戦とは、こいつだ。というわけで見てこれやばいっしょこれ。イーフットボールだとね、最前線に選手5枚置けるんすよ。やばいよねこれ。なんか花市門名みたいだよね。あのフォールガイズの試合始まる前みたいになってますけどね。今回はね、このアホスカットでね、敵を粉砕していこうと思います。ではね、試合の方やっていこう。でまあね、これ密すぎでしょこれ。小池百合子さんも驚きのこれ、あの密さだよこれ。相当やばいぞこれ。さあね、これで超攻撃的にしてね、やっていきましょう。これマジであの攻撃がこそ防御みたいな、マジでそういうスカットだから。サンチョからいいけど、サンチョがこうドリブル C の一回踊ってラッシュが決めろ頼む。うわー惜しい。さあブルードから、さあ頼む、誰か選手5枚から決めろよ頼む。グリーンとチームスピが、いやバロンもやばいやばい、バロンもここに上がってきたらもう誰も守備いないぞこれ。さあグリーンウッドからワンパス繋ぐ。さあファンデベックスルーパスからグランダークロス、誰か決めろ。いやもうずっとずっと俺のターンだからずっとね、あのもう攻撃表示してるけど、サブルのフェルナーです。サルグリュート、サロソル、いやこれまずい、簡単やばい、簡単。これ誰もいないんかこれ、やべ人バランしかいない。いやバラン強すぎる、バランが無限の壁になってる、一人で3枚押さえてる、やばい。マジでお相手も気づいてるぞこれ。 俺がホスカット使ってるってこと。ただも大丈夫、バランは一人でも大丈夫。3も前線出しましょう。これグリュート、ダッシュフォード、いやーマジか。いやリンガード取れ、バランやばい、バラン、やばい、ザボール晴れ、頼む、ファンデベック、危ねえ。いや、このスカット怖すぎるわ、スリル満点だわ、マジで、富士急だわ、これ。ただし、フォード、いやー、取られるな、いや、マジで、昨日の日本代表みたいになってるな、全部ロングボールで全部ボール取られちゃうみたいな、いや、やばい、バラン、でも、今作は大丈夫、罰があるから、大丈夫だよな。ナイス、さあ、ほだ、ね、いや、待って、前線空いてる、めちゃくちゃ空いてる。グリーンウッドから、さあ、この、ワンツーつないでこう、ワンツーつなぎの、さあ、このカバーに真ん中行きの、ファンデビック大外、大阪、さあグリュント、ドップタッチ決めの、設計折り返す。そしてカバーニが、シュートフェイント、イエーマジか。いや、でもロナウドがいる。来たー決めろ、ロナウド。お前の。さあ来て、さあ指さして、はい、1、はい、2、3、やばいは見て、この、マジで花一門目だよな、これ。めちゃくちゃ揃ってるからね、ライン。ディフェンスライン並みにこれ綺麗に揃ってるからね、前線の5枚が。いや、これやばいな、これ。日本代表は昨日この作戦取ればよかったじゃない。そしたらさ、ずっとさ、オフサイドラインもさ、高いから、敵もあんま攻められないし、あの前線もね、あの選手5枚いるから、もうめちゃくちゃ攻められるみたいな、そういう感じになっちゃう。バラン。いやー、バラン。いや、強い、バラン。いや、まずい。これまずい。これまずいぞ。マグワイは。いや、オッケー。ほらね。これオフサイドトラップなんですよ。もう全自動卵割り機じゃなくて、全自動オフサイドトラップだからね、これマジで。マジでやばいから、これ。このスカット。まあ、初めて使うんだけど、今回。いや、でもこれね、あの、めちゃくちゃね、あれ、時間かかったな、あの、ゲームプロ。やばい。で、部屋。いや、ナイス。いいね、骸骨。さあ、もうここはね、前線出しちゃいましょう。それが勝負だから。さあ、いいぞ、グリーンウッド。ブルノ・フェルナンデス。いやー、マジか。いや、前線残りすぎだろ、お前ら。どんだけだよ。渋谷かよ、ここ。いや、ナイス。ナイス、小池百合子から。さあ、官房長官へ、ゴー。さあ、OK。オッケー、マグワイヤ、なんでお前そこにいんだ、お前ディフェンダーだろ、マグワイヤも出しゃばってるって。おい、これ、実質選手、これ前線に6枚ぐらいいるぞ、この超が、いや、待って、来てる。ロナウド、決めろ。また ET フィールドあんだよな。なんかさ、ボール、オフサー、待って、これ超強くないこのスカット。これみんなやりだすぞ、これ。これ大バズりするぞ、スッキリチャンネル。だって、ああ、もうゴミ。ああ。全世界で流行ってもおかしくないこの布陣だぞ、これ。ウィールアプリ2022でもこれ多分流行るんじゃない、このスカット。アプリでね、あの、前線5枚できるかわかんないんだけど、とりあえずね、このウィール2022の、あの、据え置き版ではできるから、ぜひ皆さんも、って言ってるとやばいぞ。
いやー、またオフサイドなんですよね、これが。おい、やばいぞ、昨日。もう、昨日の日本代表の悲しみはね、消えてったぞ、このアホスカットで。あ、俺もオフサイドだった。いや、いすぎな、これやばいだろ。絶対みんなコロナかかっちゃうからね、これ。いや、でも昨日ね、本当にね、ひどくて、マジで、昨日負けた後、皆さんもそうだと思ってたんですけど、絶望してたんですよ、負けた後ね。で、絶望したらね、夜中の4時ぐらいだったじゃないですか、負けた後ね。だから、めちゃくちゃね、深夜で静かなわけですよ、外が。で、外のね、人がね、騒いでるとめちゃくちゃ聞こえるんだけど、僕ね、なんかアパートっていうか、なんか集合住宅みたいになってて、そこにね、大学生がいるんですよ。で、大学生がめちゃくちゃ騒いでて、夜にね。夜騒いでて、ああ、うるせえなと思いながら、まあ、うるさいだけならよかったんですよ。でもなんか急に、とか言い出して、なんかゲロ吐き始めて、もう本当にね、これね、パワハラだよね。パワハラリンガードから行きましょう。さあ、こっからパワハラの攻め見していこう。さあ、ファンデベックから、さあ、ラッシュフォード、ワンパツナグ、やばいやばい。右側どうなってんだよ。誰も分かって、ラッシュフォード、うまい。ロナウド決めろ。頼め。やばいやばい。右側どうなってんだよ。違う、高いぞ。ラッシュフォード、うまい。ロナウド決めろ、頼め。いや、強すぎる、このスカット、やばい。マジ強い。さあ、こう、回転切り、はいはいはい、くる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 回して、バスケットボールくるくる回して、オッケー。いや、なんか、ロナウド、ぶすくなってない？おいおい、いいフット、あれ、攻撃ゲーだろ、これ。点取った方が勝つよ、これ、マジで。バスケの試合並みに、これ、100対なんとかなるんじゃない？これ。しっかり、ファンデベック。いや、いいね。よ、もう、守備とかバランだけで十分だから、正直。誰でも、どこでもドア、どこでも攻めちゃうよ。これ、どこでも攻撃しちゃうよ、これ。おっと、お相手がもう、なんか、ああ、お相手が、ああ、森保監督、ああ、森保監督みたいに焦っちゃってる、これ。ブルーノがもう体力がねえよ。もうブルーノもっと体力あるだろ。もっと走れるだろ、ブルーノ。ああ、もう膝ついて、ああ、おじいちゃんの運動会みたいになってるよ、これ。オッケー、もう守備バランだけで大丈夫。はい、オッケー。いや、強すぎる、マジで。リンガードから、ロナウド、もう一回、グニュットだった。さあ、ブルーノか、さあ、しっかり、ここをやって、シュートフェイント、決めの、え？おいおいおい。もう一点取っちゃっていいんすか？さあ、この右隅決めていきましょう。ブルーノ頼むよ。頼むよ。さあ、止めて。オーケー。ちょっと怖かったけど。いやー、もうパフォーマンスは前はもうかわいそうなんでやめときましょう。いやー、いきなり3点取ってく前半で。いや、ロナウド足りるか？いやなんでこんな強いんこのクソスカット。おー、やばいってこれ。なんかプリンみたいになってんじゃん、もう。さあ、もうマグアイア曲がっちゃってね、もう。さあ、このパスミス、やばい。これまずい。これまずい。これまずい。やばいやばい。煽られる敵に。これまずい。ゼロで部屋。いや、オッケー。バラン強っ。バランだけでいいやん、もう。この全世界守備とか。いや、マジか。いや、バラン一人でもやっちゃうもんね、もう。一人でオナニーしてる。ファンデベック、大丈夫か？さあ、来た。ラッシュフォード。一回フェイントして。いや、ファウルじゃないか？いや、オッケー。ファンデベック。さあ、この、リスタート、はい、リスタートがカバーに折り返しから、マグワイア、いやー、マジか。いや、オッケーオッケー。もう常に僕のターンですかね。もうドローとかないからね。ブルーから、グリュット。グリュットがしっかり、ちょっと前線が密すぎてもう誰もパス出せない。ロナウドの、ブルーの、うわー、やばい。お相手も気づいてるようだが、お相手はまだ対策できてない。さあ、ここにもバランがいる。いや、オッケー、バランいいよ。そこ繋がらさ、もう全、さ、中盤誰もいない。お相手が誰もいない。さ、リンガードからラッシュフォード。え、どこやってんねん。おっと、お相手がなんか変なこと言ってるか？そんなこと言ってる暇あんのか君には。さあ、ブルーノ、オッケー。さあ、オドーリアの損してから、あ、から。抑えろ。いや、オッケー。いや、いいね。こう一人かわして、ひらりかわして、バランから、こう前線。グリーンウッドから繋げるか？カバーに繋ぐ。ロナウドだよ。おい、ちょっと。遠すぎて誰に出したりかわかんなくなっちゃってんじゃん。おっと、何やってんだ、お前。おっと、血迷った森保監督。私から、このリンガード、相手リンガードへ。そして、リンガードをかわす。そして、早いクロス。いやー、早めに前線に入れてこう相手。だが、バランがいる。さあ、しっかり、ファンデベック。これ、まずいな。デヘアが出てるんですよね。デヘアを攻撃的にいっちゃうと。で、一回、うん、大丈夫か？何やってんの？ちょっと待って。バラン。いやー、オフサイド。おい、もうこれさ、今日ね、昨日の夜、ネタ思いついて、今日やるまでね、これもう絶対ね、7対0ぐらいで僕が負けると思ってたんですよ。もう守備崩壊して、もう負けると思ってたんだけど、これ全然強いね、このスカット。
もうみんなこのスカットでやった方がいいよ。これ前線5枚にして、まあね、センターフォワードはね、4枚しか置けないんだけど、まあ、4枚置けるだけでもね、十分だと思うんだけど、いやー、マジか、取られるか。ただ大丈夫、バランがオフサイか、いや、オフサイないけど、リンガードが早い。リンガードの戻りが早い。そしてデヘアがちょっとかわして、リンガードへ。いや、オッケー。さあ、ここ繋げるか、ラッシュから、いや、ちょっと長いが来た、ブルーノ。ブルーノ大丈夫か、一回シュートフェイントでかわしんの、これちょっと敵が出てるから、ファンデベック。いやー、マジか。ブルーノもう一回組み立てよう。ブルーノからラッシュへ。そして、ラッシュからブルーノ・フェルナンデス。何やってんだよ。急に遠慮し始めた。いや、待て、ラッシュ。ブルーノ、繋がれ。いやー、ワイト、いやー、激しいね。いや、でも前半は3点止まりだから、もうちょっとね、点決めたいね、そろそろ。このスカットで意味がないから、ね、点決めないと。ファンデベック。いやー、パスが緩すぎる。やばい、バランがもう体力がね、バランが一人こき下ろされて。いや、大丈夫か、もう。からだぞ。いやー、ここでオフサイド。オフサイドが実質守備のね、幻のシックスマンみたいになってるからね、このスカット。バランから、バラン、頼む。お前だけだ。オッケー。ブルーの、さあ、ワンパ出す、ワンツー出す、そしてカバーニから、そして、やばい、間違えた。じゃあ、俺も焦っちゃってるじゃん、この、三つスカット。やばい、待て。そんなパス聞いてないぞ。そんなパス聞いてない。オッケーオッケー。でも余裕だね。ここでしっかりバラン収めて、で、ヘアがしっかりここで、クリアしていこう。オッケー。ラッシュ繋げるか、いや、繋がる、これが。いいね。いいぞ。いいぞ、ラッシュ。オッケー。リンガード。ここ走らせよう。いや、来た。走らせて、リンガード足速い。そこ、ブルーの中繋ぐ。そして、誰か、だから、なんでそっちなんだよ。オッケー、ブルーのから、サンチョ、まだ体力あるね。体力ある。さあ、シュートフェイントから、コンカ。いや、決めろ。ロナウド、ごっつぁんゴール。なんだよ、それ、もう。なんだよ、その日本代表みたいなシュートはよ。なんか、ちょろちょろパスしてるが、お相手。大丈夫か、お前、取るぞ、これ、ボール。カバーにしたマグワイアがなぜか前線にいる。そしてロナウト。よーっと、なんか取り囲し始めたぞ、負けてんのに。バランが、オフサイか、オフサイないのか。いや、オッケー、ははは。お相手もなんか変だ。さっきのロナウドみたいなパス出し始めた。バランしっかり最後に前線に行く。そこ中切り返す。そしてここの中にロナウド入れる。そしてロナウド、カバーニをコンビ。バラン、しっかり一人で守れ。いや、なんかお相手がパスくれた。おは、昨日の柴崎みたいなパスくれたぞ。ロナウド、ワンツー。そして最後に決めよう、ロナウド。最後に決めよう。シュートフェイントして、決めろ、こ、最後に決めよう。シュートフェイントして、決めろ、コンカ。決めろ、誰か決めろ。もう前線、三つ。頼む。三つアタックしろ。いやー、3-0 でね、まあ前半しか点取れなかったけど、もう圧倒的な勝利だったね。この最初のロナウドね、これ。このかかと落としからカバーに、いや、見てこの前線。これやばいっしょ、もう。相手のディフェンダーより多いなんてことある、この攻撃において。コーナーキックみたいになってるからね。常にコーナーキック状態だからね、これ。ここもロナウドか。ロナウド地味に2点取ってたんだ。ラッシュが1人かわして、このロナウドが、いや、これ良かったね。最後この謎のこけて、ブルノ・フェルナンデスがゲップしてシュートと。まあ、今日はね、特に攻撃陣の層が厚い、満遊でね、このね、アホ前線スカットでやってみたんだけど、めちゃくちゃ強かったね。だから次はね、PSG でね、このスカットでね、挑んでいきたいと思いますね。ぜひね、チャンネル登録して、次のね、次回作お待ちください。まあ、皆さんもこれやってみてね。ということで、ね、皆さん、バイバイ。